もナオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども、最強パーティーが完成しましたのでご紹介していきます。最強パーティーはモートレア、カリナ、ジュリ、この3人で間違いないかと思います。主人公は入れておりません。主人公には別の役割があると思うんですよね。それがこれ、アビリティシードの希望の絆ですね。バルのパラメーターを自分のパラメーターへ上書きするっていうやつです。この全キャラクターの中でバルが一番火力が高いんですよ。それがこのデュエリストにした時なので、バルはデュエリストにしたまんま、控えに置いております。力が413あるんですよね。でこの413を、カリナとモートレアに上書きすることで、火力がものすごく出るようになります。で、アビリティシードの構成ですけども、モートレアは、クリティカル特化で、カリナが必殺技特化で、ジュリが、耐久力と補助的なものを詰め込んでる形となっております。はい。で戦い方ですけども、基本的にはモートレアで戦っていくんですけども、 SP が溜まってる場合はカリナに代わって必殺技を打ち込んで倒していく。まあボスだったらばこれ超ダメージ与えることができますよね。んで必殺技を使った後には、モートレアに交代してクリティカル特化の強化力で敵を倒していく、こういう感じとなっております。結構ね、SP 回復なんかがついていますので、2回戦闘をすると SP がまあ回復を回復します。3回復まではしない時もあるけども、あと使いますよね。2回戦って次の敵に行く頃には、SP が溜まってますので、カリナに変更して必殺技を打ち込んでいく、まあ、こういう戦い方ですね。まあボスなんかでも一緒です。カリナの必殺技を打ち込んで、で SP が溜まるまでは、モートレアに変更して、おめっちゃ食らう。でそれで SP が溜まるまで戦う。ちなみに SP 減ったとしてもヒーラーが超優秀ですので、まあ一発で、マックスまで回復させることができます。もう一発でマックスだからね。でさらにMP 全く使わないからね、すごいよねあれ。まあそういうスキル構成ができるので、まあ難易度が低いのであれば、ノーマルぐらいであれば、まあ、ヒーラーなしで全然いけるんですけども、まあハード、特にベリーハードねになるとヒーラーは絶対に必要になるので、まあ、このパーティーが間違いないかと思います。まあ、他のパーティーもいろいろ試してみたんですよね。HP で戦っていくパーティーとか、でもそれよりもやっぱりこのモートレアのクリティカル特化でガシガシ戦っていく、これが戦いやすかったかな。落ちちゃいましたね。1時間に1回ぐらいは処理落ちしちゃうんですよね。そしてローディングも長い。この2つの問題点をなんとかしてほしいところですけどね。プレステ4ではちょっと限界なのかな。5に移るべきところなんでしょう。はい、ということで今日は最強パーティーのご紹介でした。モートレア、カリナ、ジュリ、これが間違いなく使いやすいと思います。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。